まずその5枚の原稿が書けない人というのは一つリミッターがある。リミッター、自分に制限をかけている。こうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけない。小説というのは少なくともこの小説を書くこととお金になる小説を書くことは別です。はい、わかります。ね、だからお金になる小説というのは実はそういうフォーマットにのっとったものじゃない方がお金になる小説です、実はね。だから巷に今小説講座の本、小説の書き方本っていっぱい出てます。今おっしゃられた通り山場があってストーリーがある、登場人物はキャラクターがしっかり組み立って、でその目標に向かって、みんな突き進む、目標に向かってハードルがあって、そのハードルを超えるためにみんな話を作って、そしてサスペンスを作る、そういうものはね、そういうものは書いてあるけれど、あとは大抵の小説講座ってそういう話はみんなすると思う。だけどそういう話をしていても、はい、というのはね、だからそれはつまり役に立たんということだから、